持ち悪いよ。唾液でメガネ拭いたら汚いよ。OK してもらうには事情があったんです。贋作の。それが7年前のある事件に関するものでしたから、もしかしたらその赤い封筒と関係があるのかなと。何しろどぶろく氏の才能は大変なものだったのですから。いや、この歯磨きさんの声はね、もう迷走してますね。余白まがいに取材を迫ったわけですかな。まあそうです。いや、その言い方は私いかがなものかと。ネタなのですぞ。ネタこそ飯の種っていう。こんなところでぐずぐずしている間にも、すっぱ抜かれてしまうかもしれないのです。伊達天の木下や、はやぶさの由美子。あ、夏美はいないんだな。ある事件。7年前。やったらね、出てくるワードよね。尋問ね。はい。なんか変な仕草するか。はい。揺さぶるか。マスター。だからちょっとしたネタですよ。これ以上でもそれ以下でもその中間ですらないっていう。確かに私ネタのことはほんの少しほのめかしましたが、決して脅したりすかしたりその他もろもろしてませんぞ。嘘こけ。よっぽど触れられたくなかったんだ。ある事件。何？これだけは言っておきます。話すわけには参りません。まして、記者の意地と僻みと見栄とコネとプライドがかかっていますから、うなつまらんもん捨ててまえ。ニュースソースはあの世で明かそうぜっていう。さあどうします。私の今すぐこの決意を崩すのは無理かもしれませんね。まあ一旦置いとけということね。どうして関係があると思ったんですか。ある種記者の勘っていう、どうしようもない記者崩れの無責任な発言と思ってください。怪しい。いや、それはあなたは何せどぶろく氏は虚勢ですから、その筆の流れはキャンバスを大河のごとく練りたくりまくり、その色彩はアトリエを太陽のごとく照らすっていう。基本的に変な動きをする人だけど、どうも様子がおかしいぞ。で、違った空気を感じるよ。いや、そうなんだ。おかしいところはない。動かしたネタ。ここか。一旦セーブ、一応ハサミの
変な動きしてんの、ここ。ここっていうか、うん。一応、見ておこう。なんか帽子みたいになってた。いや、手とかもないもんな。ちゃうな。ここは触れるなと言った。ここか？揺さぶったとき、ここ怪しいでしょねって言ってた。まあ、ペナルティないからな。いや、変なとこないけど。わかんないよ。まあ、カット&カットだと思うけど、いや、今回のは難かったぞ。いや、このドブロク氏の才能はっていうところではあるんだけど、まあ、難かった。もう、ほんとたまたまなんかピロピロ、視点を動かしてたら、なんか目の端に何か動いたんだよ。ん？と思って確認したら、ここだったんですね。え、見抜くってこんなに難しいことあるの？ここ見てて。ほら。ねえ、しかも引っ込むのずるくない？わかるわけないだろう。頑張ったよ。こう目とか喉仏とか、まあ指の動きとか、そういうところばっかり見てて、わかんないよって思ってたら、まあね、たまたまね、目の端で何か動いたのを捉えたということなんですよ。あ、むず。いや、これは良くないよ。ほらー、ずるいって。うん。なぜ汗をかく？歯磨きさん、あなた、汗はかく方ですか？え、まあ。うん。こんな感じですわ、お恥ずかしい。しかもさ、このドブロク氏の才能っていうところ、正直ノーマークだったからね。いやー、ずる。ずるいよ。うん。何か隠しているのです。何を？ばば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 。え？これでいいのかな？これか。これかこっちだよな。いや、多分両方いけるパテーンだろ。パテーン、ちゃうか？アトリエから発見されました。この絵には問題が2つあります。ドブロク氏が描いたものではありません。うん。なんかちょっと、やっぱり鼻声だな。なんでだ？うん、これとそっくりの絵がありました。描きかけでしたがね。うん。うん。っていうか、あれよ。
3枚の絵の下書き、あれは何なんだろうな。いや、本当に怖い。そしてこの手紙、代金1000万円。ここからある職業が浮かび上がってきます。あなたのシャツのシミのようにね。贋作師。ああ、もういいってボンレス。怖いよ。それ、顔のさ、骨もなくなってるよね。骨格どうなってんの？怖いよ。お願いしますぞ。これはここだけの話に。立派な犯罪ではないですか。画家ということになっていますよね。数年前まで他のものを作っていたという噂があります。贋作、精巧な偽物を作り上げるドブロク氏にはそんな才能があった。そこに目をつけたのが犯罪者たちだったのです。もう一つの顔。ちゃうちゃうのよ。絵をね、偽物の絵を描いて売ってたのかなって思ってたの。証拠品の捏造？立ち始めたのが今から7年前のことでした。やば。もしかしてこの手紙。証拠品を捏造ということは、絵だけにとどまらないということ？偽物を作る才能というのは。それはあかんって。あかんよ、それ。その捏造された証拠で、なるほどくん負けちゃったのかな。もちろんガリューさんは、それが捏造されたものだって、知らんかったという展開よ。裏の顔があったとは。攻め時わがきじゃねえ、セーブしとくね。オッケーよ、ゾルク君。攻めてこ。犯罪界との関わりがありました、トゥマル。俺たちがまだ知らない敵も多かったと考えられます。犯罪界なんて世界があるなんて初耳だけどね。噂ぐらいは聞いてるんじゃないの？被害者の身辺調査で犯罪者とのつながりは浮上しなかったよ。嘘だよ。調べが甘いんだよ。何かが起こる可能性は十分あります。だけど、その封筒と今回の事件を結びつける証拠はない。頭がいいし、面もいいの。事件の本質は最初からシンプルなんだよ。まあね、ちょっと横道それちゃってる感はあるよね。まあ、あとついでに君だけどね。自分の書いた記事だけです。ジャーナリストという割にはややぐらついておりましたが。言って、もう、青に、象を乗せても大丈夫。100人乗っても大丈夫ってこと？最後に証言をまとめていただきましょう。昔の、ほら、最近、いや、テレビ全然見ないんだけど、昔の、懐かし映像みたいなの、やってる特集とかで、筆箱かなんかに、ゾウさんが乗ってて、で、それでも壊れませんよ、みたいな、なんかそんな CM やってたような気すんだよな、そういうこと？どういうことですか？
毒を盛る理由も方法もなかった。他に容疑者がいない以上、犯人は誠さんしかいないという理屈だ。いやいやいや、警察の方、調査甘いところあるよ。最後のチャンス。それでは証言をお願いします。わ、クライマックスレボリューションになってきた。6人だけでした。コーヒーは彼女がカップに注いだ。それはご本人も認めています。右利きだな、それは間違いないな。ふんふんふん。取材中、ドブロク氏が口にしたのはあのコーヒーだけでした。アトリエから出たものは何一つありません。明らかです。まこちゃんは可愛いから犯人じゃないの。さっきから言ってるでしょ。可愛い子はそんな犯罪を犯さないの。いやー、その歯磨き照れちまいますな。お前の照れがどこに需要あるって言うんだ。さい。最後の尋問。いや、耳かゆい。俺には最後の切り札が、どれ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 、わかんないよ。それを使わないうちに終わるわけにはいかない。あの晩アトリエに入ってきたのは被告人だけでした。はい、本人、マスター、本人亡くなってますけど。見てませんよ。彼女が部屋に入ってきた時、もうお盆の上のカップは湯気を立てていたのですから。っていうか、今の画像映った時に、まあこれらがちょっと後ろにあったじゃない。こう証拠品として見てる時気づかなかったけど、めちゃめちゃでかいんだね、これ。すげえな。コーヒーは自分が入れて、自分が運んで、自分が殺したと。最後のは僕のジョークだけどね。なるほど。あんたにリップクリームとかつけてない？より正確に申し上げるならば、この私はミントのキャンデーをパクパク食べておりましたが。異議あり。いやいや、生きとるやないか。解剖室にミントの香りが漂うことはなかったよ。ミントの痕跡はゼロさ。え？何？何を聞いてくる？セーブよ。立証できますか？何か口にしたものがあると。あれか？これか？いや、口にしたって額縁なんだけどな。今はできないということにしておこう。ちゃうやん。他のところ揺さぶろうかなみたいな。ちょっとつまんないな、大人になったおでこくんなんて。ちょっといいやだ、この言い回し。どうやらもう一つの穴を潰すのが先みたいだ。いや、帰ってこれるよね。OK。
いや、これ罠ですよ、額縁。うん、揺さぶる。まあそういうことですね。ただ一つを除いて、封筒か。ああ、はいはいはい。なんで1カメ2カメ3カメするの。え、だからそのこれはあれだ、私シャレた小粋なジョークだと思っていただきたいのですが、うんうんうん、手紙ちゃうの。この証人がとても愉快な人物だと分かったところで、尋問に戻る前に一応弁護人に伺っておきます。心当たり。え？黄色い封筒ちゃいますの。セーブですの。いいのかな？心当たりでしょ？別に立証とかしなくていいんでしょ？だって、ないもんね。ないもんね。うん。うん。あったのではないでしょうか。あるものが。この人以外でという意味でしょうかな。な？いや、ほんと鼻声だよな、多分。別にトンチに頼るつもりはありませんから。え？はい。は？持ち出された可能性。こっちかこっちなんだけど、どっちだろう。ちゃうか。あ、大丈夫大丈夫。レターボックスですか。事件当夜あなたがアトリエに入った時、被害者は手紙を書き終えたばかりだったと。そう、そう言いたかったの。よかった、私の気持ちがちゃんと伝わったね。うん、いや嘘とは言うてないよ、ちゃんと信じてるよ。レターボックスに投函したと。レーター棒に入れてどこに送ったんだ。現場から黄色い封筒が消えていた。異議あり。事件当夜現場から消えた封筒。うん、しかしそれだけじゃ状況が変わらないよ。いやでもいろんな可能性について議論していこうよな。大事なのはどこを盛る方法が他にあったかどうか。うん、でもさ、ちょっと正解っぽかったよね。いいよね、今日は頭が多少働いてるんじゃないのかな。え、証人が見た封筒が消えた。極めて重要です。ああ、そこ選択肢じゃないんだ。あまり状況に変化はなかったみたいだね、おでこくん。それはどうかな。ゆうぎくん。うん、え、次の攻撃の突破口になるはずだ。マジ？全然あかんねんだけど。
か。はい、揺さぶるか。これは重大な問題です。あなたはその事実を隠していたんですからね。まあ、隠していたというかよく分かってなかったというか、うん、そいつは否定しないよ。でもね、おでこくん、それより重要なことがあるよね。何？何が重要なの？ガリュウさんのプロフィールとか。まあ分かってた、分かってたもん、わざとだもん。ね、状況も変わった場所だ。わかんない。何？重要なこと、はい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 。歯磨きさんの証言が変わって、状況も変わったはずだ。あの証言の意味も変わってくるはず。じゃあ揺さぶるか。被告人が毒を持ったという証言は推測にすぎません。絵空ごといかにも真実っぽく語る。あ、我々事件屋の悪い癖というやつですな。ん？ん？味方につけ損ねたっていう。根拠のない証言は控えるように。いいですね。わかったよ。顔の骨格どうなってんだ。ん？まあ本来は当たり障りのある証言の方が問題だけどね。いかにして殺害されたか。うん。ああ、さっきのとこってこと？ここってこと？ H のセーブ。さっきは大人だねって褒められたところ、攻めてみるか。ライフはある。キャンデ。あれ？異議あり。ここだよね、確か。うん。ゼロー。切手、あの切手ってさ、あのペロペロする方いらっしゃいますよね。そのペロペロしたところに毒がついてて、それが口についてついた状態で。コーヒーのカップに口つけたからそこに毒ついたとか？え？ちょっと今突然ひらめきましたけど、そういうことですか？え？まだ早い？5センチって何センチ？ちょ、待って、定規がここにあって、5センチか。いや、切手ってな、切手って4センチくらい？ 5 センチって結構、いやでも5センチの切手もあるか。あ、切手のかな、この風、あの額縁でもこれいいのかな。いや、無傷の勝利など
つまらん。に、多分手紙の切手でしょう。あなたこそ分かっていますか。一生の準備。ま、どうしよう。あだらけか。私さっき可能性を口にしたけど立証できるとは言ってない。はい、そう、消えた封筒がそれを立証しているんです。酎ハイ、ほろ酔い。で、切手じゃないの？これ当たってんじゃない？頭いいんじゃない？うわー、やっぱりそうじゃん。やったー、よかったー。すっごいもうアホ、ずっとここまでさ、アホを晒し続けてきたわけじゃない。この4話に関しては。でも、IQ5 ぐらいはあるということをこれで示せたのではないでしょうか。切手の裏には必ず糊が塗ってあります。その糊を使うためには舐める必要があるのです。いや、今はね、お水ポンポンっていうかあるけどね。右あり。うわ、辛辣だな。私も確かに切手とか、あの紙とか、まあ、お札とか舐める人種の方たちとはちょっと分かり合えないですね。切手を舐める無神経な人種とは口を聞きたくないな、僕は。意義あり。うん、たとえ口を聞きたくても不可能ですけどね。言うね。その返しセンスいいよ。もう亡くなっているわけですから。意義あり。だから舐めた後にそこに口つけたのよ。待って、しかもよ、歯磨き上手かながこのアトリエに嫁ったのって、その待ち合わせの時間の15分前って言ったよね。で、アトロキニーネは、まあ、最低でも15分かかるって、その聞き始めるのにって言いましたよね。うわー、全てつながった。その後コーヒーに口をつけたらどうなりますか。へへへ、そういうこと。この痕跡は逆だったのです。逆って、毒はここから体内に入ったのではない。被害者の下からここに移ってきたのでしゅ。でしゅ。しかし、そんなことが思い出してください。アトロキニーネは遅効性の毒なの。さっきから私先回りして言えてんじゃん。この事件一応理解できているということでよろしいでしょうか。封筒に切手を貼った時に毒は体内に入った。そしてコーヒーを口にした時、時間が来たのです。ということ。イエ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 イ。いや、本当に、このパートを取り始める前は、マジで頭がね、回ってなかったんですけど、ここに来て理解できてる。偉い。あの花、先ほども私申し上げたと思うのですが、しきりに引き出しの何かを探していたんですよ。でも切手は見つからなかったような気がするんですよね。でも実際投函できてるからね。たまたま切らしてしまったのでしょうか。
確かに切手は入っていなかった。1枚もね。だから切手を額縁に入れてたんじゃないでしょうか。うん。その切手に毒が塗られていたど、いたかどうか立証できるのですがな。うん。立証の可能性が生まれるんです。生まれる？何が？ボーンとビーワイルド？それは面白いね。現場に切手があったことすら立証できていないというのに。アトロキニーネの反応よ。分かってる。分かってんだけど、私、セーブ中なんですよ。まあ、ここまでね、見ていただいている方なら、もうお気づきかと思いますが。うん。